ウィーン国立歌劇場はオーストリアのウィーンにある歌劇場。1920年まではウィーン定律、王立宮廷歌劇場と呼ばれていた。レパートリーシステムを取る。ウィーンはドイツから北、イタリアを支配していたハプスブルク君主国の首都であったため、ドイツオペラのみならずイタリアオペラにとっても中心的存在であった。その程度の威信をかけて発足した歌劇場であり、 精力的な上演活動によって、たちまち世界のオペラをリードする位置に上り、現在に至っている。ただし、モーツァルトの時代には間に合わず、その後のドイツオペラをリードした、バーグナーや、リヒャルト・シュトラウスの初演拠点にもならなかったこともあり、有名作品の初演歴という点では、ドレスデンやミュンヘンに一歩を譲っている。専属オーケストラである、ウィーン国立歌劇場管弦楽団が、 世界でも、一二の人気を争うオーケストラである、ウィーンフィルハーモニー管弦楽団の母体である。歴代の総監督には作曲家である、リヒャルト・シュトラウスや、グスタフ・マーラーも就任している。その他の総監督もその時代を代表する指揮者である。ヨハン・シュトラウス二世も指揮している。ドイツオペラとイタリアオペラの両方をカバーするという点では、逆の立場にあった、ミラノのスカラザにも、 同様の性格はあるが、古くから、イタリア人、スター歌手も多く専属化するなど、ウィーンの国際性は一段と徹底している。歌劇場収容人員2280人。オペラシーズン9月翌年6月。オペラシーズンの観客動員数約60万人。衣装ストック18万点。百九十九年の民営化で、合唱団が有限会社になり、装置、小道具、 衣装、入場券販売など、裏方部門は、アートフォアアートという名称の独立機関の有限会社になった。各会社は売り上げを上げるため宣伝活動や寄付、スポンサーの獲得に力を注ぎ、オペラグッズの売り出し、ギップを色ずり、自国、他国の劇場の注文を広く求め販売拡大に努めた。2002年には、トヨタレクサスのメセナを獲得した。 ウィーン国立バレエ団の本拠地でもある。歌劇場のチケットはたびたび売り切れるが、需要を満たすために、パブリックビューイングが無料で、屋外公開され、潜在需要の掘り起こしに役立っている。着工直後の様子1898年頃、フランツヨーゼフ一世の治世に行われた、城壁の撤去とリング通りの建設を中心とした、ウィーン都市大改造計画の一環として、ウィーン市長者、 ブルク劇場と共に建設されたウィーン定律王立宮廷歌劇場が前身である。これら3つの建造物建設計画は1859年に募集された85のプロジェクトから選ばれたものである。ウィーン定律王立宮廷歌劇場建設計画はウィーン大改造に伴い取り壊しが決まったケルントナーモン歌劇場の代替としてウィーン美術アカデミーの建築家、 エデュアルト・ファンデア・ニルとアウグスト・シカート・フォン、ジッカルツブルクの共作で考案したものが選定された。劇場は、ウィーンの中心部、ケルントナー通りとリング通りの交点に面して建てられており、オペルリンクと呼ばれている。新劇場の設計も設計コンペの結果、ニルト・ジッカルツブルクの、ネオルネサンス様式の設計案が採用された。年月日に、着工。 1865年に10月7日に外装が完成、公開され、1869年5月25日に完成した。総工費600万グルデン、客席数2324、面積8709平方メートルの大劇場である、ボルフガング・アマデウス・モーツァルトのドン・ジョバンニの上演でコケラ落としを行った。建物は建設途上から、 建設上のニヒングレーツ、ギリシャ風、ゴシック風、ルネッサンス風とどれもこれも取り入れた、ありふれた、リバイバル建築、などと国評された。さらに道路面が予定よりも高くなり、建物入り口の階段が低くなったため、皇帝は新劇場を沈んだ箱と評したという噂も立った。これらの国評のせいで、1868年にニルは自殺し、 ジッカルツブルクは粉死した。1897年に総監督となったグスタフ・マーラーはアナバール・ミルデンブルク、セル・マクルツ、レオス・レザークラー新しい世代の歌手を積極的に投与し、また舞台デザイナーを雇用して伝統的で豪華な舞台装置をモダニズムや有限としている様式の簡素なものに置き換えた。さらに上演中に客席の照明を落とす観光を作ったのも、 マーラーである。これは当初は、聴衆の不評を買ったものの、後継者らは、この改革をそのまま続けた。フィデリオのフィナーレでの舞台転換の時間を稼ぐために、レオノーレジョ局第3番を挿入するアイデアも、マーラーによるものである。また、マーラーはそれまでオペレッタを上演することがなかった、ウィーン宮廷歌劇場で、ヨハン・シュトラウス2世のオペレッタ、コウモリを正式に、 レパートリーとした。さらに、ウィーン宮廷歌劇場で上演するバレエ曲をヨハン・シュトラウス2世に移植したが、これは完成しなかった。20世紀になると、総監督、リヒャルト・シュトラウスの、ナクソス島のアリアドネや、影のない女の世界初演が行われている。第二次世界大戦中の1945年3月12日、連合軍の爆撃により、舞台が破壊され、 建物は火災に見舞われた。猛立本芝居へのフレスコ画のあるホワイエと、正面階段、連動、それに、喫茶室は、消失を免れたが、120作のオペラ上演のための、舞台装置と、大償道具のほぼすべて、15万着もの衣装が、失われた。このため、国立歌劇場は、ウィーンフォルクス・オーパー及びアンデア・ウィーン劇場を、仮の拠点とした。また、 従来ウィーンの上演と連携したプロダクションを上演していたザルツブルク音楽祭はこれにより独自のプロダクションを作るようになった。再建した客席数2200名の劇場は再び総監督に就任したカール・ベームの指揮によるフィデリオによって1955年11月5日に再開した。ウィーン国立歌劇場はイタリアや その他の外国語作品も契約歌手によりドイツ語で上演してきたが、カラヤンは客演歌手を招き言語上演する方針を導入した。これは、やはり役史上演が関連化していたドイツその他の国の大歌劇場にも波及した。歌劇場ではオペラやバレエの上演のほか、何十年にもわたって上流階級によるオーパンバルにも使用されている。 フィリップ・ジョルダン・オペラチケットの販売だけでは赤字なので、会費、または寄付の額により75のメセナ会員、130のスポンサー会員、119の講演会員、その他の一般会員からなる、友の会があり、会員になると、プレミアのゲネプロ鑑賞6回、オペラサロントークショー16回、入場券の優先販売、世界各地の歌劇場訪問旅行、 年俸発行配布の特典がある。これら会員の回避、寄付によって赤字圧縮に努めている。フランス語のレペルトワールレパートワーを使うのが普通。ミラノスカラザなどは一つの演目を1から2週間繰り返すやり方をしていて、スタジオネシステムと呼ばれるが、こちらは演目が3から4日ごとに変わる。これはオペラが貴族の独占的な楽しみであった時代と違い。 新興ブルジョワジーが感激するようになって増大した需要に応えるためだったという。野村サブロウ、ウィーン国立歌劇場隅から隅まで音楽の友者社、2014年、145ページ。野村サブロウ、ウィーン国立歌劇場隅から隅まで音楽の友者社、2014年、129ページ。野村サブロウ、ウィーン国立歌劇場隅から隅まで音楽の友者社、2014年、 167ページ。野村三郎、ウィーン国立歌劇場隅から隅まで音楽の友者、2014年、240ページ。野村三郎、ウィーン国立歌劇場隅から隅まで音楽の友者、2014年、233ページ。野村三郎、ウィーン国立歌劇場隅から隅まで音楽の友者、2014年、163ページ。 2018年1月1日18時にテレ放送、ウィーンニューイヤーコンサートに乾杯。生中継直前音楽の祝祭を100倍楽しむ、方法、菊池義隆、悲しいドイツ歴史物語歴史の闇に消えた9人の男たち、小宮正康、ヨハンシュトラウスワルツオート、略日のウィーン、小沢氏公認の音楽監督辞任、ウィーン国立歌劇場。 MSN3K ニュース2014年9月5日、野村三郎、ウィーン国立歌劇場隅から隅まで音楽の友も社、2014年253ページ。野村三郎、ウィーン国立歌劇場隅から隅まで音楽の友も社、2014年265ページ。ありがとうございます。